を通過。千葉電波大学農学部の研究チームは4日、蚊の遺伝子を操作して、ただ吸って溜めた血を数新種の蚊、コバンカを作り出したと発表した。研究論文は英科学誌、手の目の秋の特大号に掲載された。マラリアやデング熱などを媒介する蚊の個体数を減らす研究は、世界中の研究機関が取り組んでいる。これまで遺伝子を操作して様々な試みが行われてきたが、人工的に生み出した個体が生態系に与える影響が予測できないことから、科学界でも慎重な意見が根強い。研究チームが作り出した新種の蚊、コバンカは、体長が1ミリ以下で世界最小、吸血に関する遺伝子を書き換え、蚊の血だけを吸うようにした。結果、コバンカに血を吸われた蚊の腹部の一部が赤く膨らんだ。また、刺された蚊が足で逼迫仕草を見せたことから、痒みを感じていることも確認された。研究を指導した東平太教授は、蚊が人間の血を遠慮なく吸えるのは、吸われる側の不快感を知らないからと話す。人の痒みがわかる蚊が増えれば、いずれ人を刺さない蚊が増えてくる。もうそろそろ憎しみのレーザーは立つべきだ。研究チームでは、今後コバンカの血を吸う蚊の作成に取り組みたいとしている。